忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビマル、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿、私は任せよ。邪魔立てするか、巫女の忍びを。忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。
目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。来たるべきは。
おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。忍びを再び万人を主を変えるつもりはないか。ザレ言も。ザレ言だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。父上、母上、長女よ、みんな、どこへ行ったのだ。巫女様、現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、行ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。やるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻の魔を楽しんでおくれ、せがれ殿。
腕を上げたね、オオカミ。
猿が三匹。一つはカラカ。覚悟が終わりならば改められよ。
お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人。お守りしたいだけにございます。お主も竜院に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が。たたっ。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。参る。セキロよ、お主愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。
再び修羅を切る。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえあの一心に勝るとは。私のせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我薄い右近左衛門。
う。そなたは、そなたはシュラではない。